こんにちは。大阪のトランクで働いている千秋です。今日はターバンアレンジをしていきたいと思います。では早速やっていきます。まず朝起きた状態で寝癖がある方はしっかりブラッシングをしておきます。まずワックスを全体にしっかりつけて、だいたい上からサイドを残して、ここで一旦結びます。結んだらちょっと引き出しておきます。で、この状態で引き出したところはもう先にスプレーをしておきます。で、横の髪の毛は適度に残します。残したら横はこういう感じでローパンにします。止めておきます。で、反対側もローパン編みにしていきます。時に、まあ、やや適度にちょっと引き出しておきます。で、この下は三つ編みにしていきます。この時もパサつきが気になるようであればちょっとつけて三つ編みをしていきます。で、三つ編みをしたら毛先を結びます。で、結び切る前に少しだけまたほぐします。そして毛先の先を最後こんな感じで丸めます。で、これを折ってここでゴムで留めます。で、この時に全体も少しほぐしておきます。こんな感じです。で、次にターバンを巻いていきます。ターバンはこうやってくるくるくるってしてこんな感じでこれを顔周りを巻いていきます。これはキヌージョさんのカールアイロンでだいたい1カールぐらい巻いていきます。
な感じでワンカールぐらい全体を巻き残しがないように巻いていきます。はい、こんな感じです。こんな感じで秋に向けてすごくターバンアレンジとかスカーフアレンジって簡単に可愛くできると思うので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。